博多駅や福岡空港では U ターンラッシュが今日ピークを迎えています。熊本に里帰りしてきました。おばあちゃんとかなんかラーメン屋に2時間並びました。3年ぶりに祖母に会えたからよかったです。3年ぶりに全国で行動制限がない今年のゴールデンウィーク。 JR 西日本によりますと、山陽新幹線の指定席の予約は去年の3倍を超えましたが、コロナ禍前の4年前と比べると7割ほどにとどまっているということです。U ターンラッシュピークの今日、乗車率は最大で 80% となっています。一方、福岡空港の到着ロビーも家族連れや行楽地から帰ってきた人たちで混雑しました。夫の両親の家が茨城にあるので、茨城に竹の子も取ったりして、こちらの思い出は実家の庭での竹の子掘り。沖縄です。アメリカンビリバリー、なんか可愛かった、羽で可愛かった。夏また泳げる時行きたいね。福岡から羽田へ向かう便について、全日空、日本航空いずれも今日がピークだということです。また高速道路では九州道上り八女インターチェンジ付近などで渋滞が発生しています。